大塚ジョーストロです。今日はですね、こちらのメガナイトロイジャイやっていきます。ということで、ちょっと楽しいデッキです、こちら。はい、スケバレで攻めれるし、メガナイトでも攻めれるし、ロイジャイでも攻めれるといった、まあちょっと特殊な方ではあるんですけども、やっていこうと思います。僕メガナイト大好きなんでね、もうほんとめちゃくちゃ好きでさえ、クラロはね、今何枚あんだ、めちゃくちゃ増えて、多分110種類ぐらいね、クラロカードあると思うんですけど、マジトップ3に入るぐらい好きです。はい、本当に。なんかよく動画でマザネク好きとか言ってますけど、マジあんなおばさんと一緒にしてほしくないってしたくもない。まあマザネクも好きですけどね、好きですけど、マジメガナイトの方ね、何千倍何百倍も好きなんでね、ちょっと、はい、久々に使っていこうかなということで。まあちょっと今期はやっぱダクネ、まあダクネはそこまでか、なんか1体増えたけど死亡時、なんか2体ほどの圧がないっていうので、思ったほどじゃないのはね、ほんと幸せ。まあでもスケドラが強かったりしてるんで、まあ変わんないんですけど、ぶっちゃけ。まあやっぱダクネとかエリゴレとかが、まあ前シーズン前々シーズンよりかはちょっといるかなという環境で、まあ全部ロケ法でなんとかしましょう。はい、まあ、このデッキだとマジロケコしか変わってないんですけど、まあ、ロケ法で頑張るしかないですよね、大型にはね。メガナイトはもうその辺のやっぱゴレとかラバとか、ああいう大型系がね、苦しくなるデッキなんです。エリゴレとか特に仕方ないですよね。あ、これやっぱマジ何も考えてなかった、本当にマジ何も考えてなくて、まあでもマジライドロライドロ？びっくりした今。頑張れ。さあ、いやでもロイジェぶっ刺さってんな。まあ、このデッキの強みですね。スケバレで攻めつつ、ロイでも攻めて。で、キタのね、メガナイトで回収してみたいな。で、いろんな戦い方ができます。はい。逆サイドとかもあるんだよね。ロイ、メガナイトコウモリで攻めながらの逆サイドロイジェとか。まあ、いろいろできるんですけども。イターナリジェは溶かさないといけないですよね、私は。まあ、溶かし方はちょっといろいろあるんですけど、まあ、メガナイトで踏むが手っ取り早いかな。トレネできそうですよね。まさかのファイボー。ライドラもあって、なんか、めちゃくちゃ、珍しいエリジェリキだ。まあ、なんかこれ、まあ、メガナイトの受けもいいですからね。ダーククリマー。マジ暇な程度してる。うっ、やばい、回された。まあ、でも、ここで頑張れるのが、男メガナイト。で、スケブはね、意外と火力あるんですよね。なんで、エリジェを溶かせます。こいつのおかげで。これちょっと逆サイロイあるっすよね。なんか、相手、ロイジェイさ、きつそうじゃないか。もう一個出さんと、メガナイトも飛ぶし。やな、目打っちゃって、もうボンバー専用。いやー、それ使ったらこのコウモリきついんじゃない、まあ、ダークプリアなんかね、適当にかければいいんで。さあ、スケバレも飛ばしちゃって、落下ダメ欲しいな。落下ダメ入れば、もうやらむけんない。で、ロケコのこのキノコ拡散。いけ。惜しい。でもさ、生き毒です、さえ。ロケはなんかね、結構環境中心とまではいかないかも。いや、もしかしたら行くレベルで、やっぱ強いね。大型に対して便利すぎるんで、本当に。よいしょ。ラッキー強化でちょっと増えてるっすよ。いやー、もうきついよね。なんかずっと俺のターンですもんね。タル使ったし。いやー、もうきついよねっていう、まあ仕組みですね。ロイジェイで攻めて、来たのをメガナイトで回収して、スケバルで攻めて、またロイジェイで攻めて、はい。やっぱロケ法とかがね、ずっと残ってくれるとも幸せだよねっていうので、まあ、地味に使われてるデッキです。地味に。地味です。まあ、楽しんでな、このデッキは僕はめっちゃ好きっすね。てかもうメガナイトだったらもう何でも楽しい。さあよろしく。まあなんか、攻めちゃいたいっすね。なんか、だいぶ攻めて、これ俺がゴーレム嫌いな理由です、皆さん。わかります？もう物語ってますね。いや、これね、止まんないかもしんないな。ヤナアメだったら、キング行かれます。いや、今のはね、やっぱ、守ってほしいんですよね、俺は。
あ、あ、やなめ使いな、トルネード難しいなら。よし、幸せです。これでいろんなことできますよ。まあロイジェを出すよりはそのやっぱエリーババとかの可能性もあるんで、いや出してもいいか、これなんかきつそうだよ。いや墓石咲いたんでね、ちょっときついぞこのロイジェが。だからあいつ何遊んどんなお前、ちょっと待って、俺のメガネと何やってんの。まあ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 ロケ方向で回収しながらね。いやでも右も入ったし左も入ってるんで、ダメージ的には悪くないでしょ。しかも相手今回呪文なしよ、呪文なしよだったらロケ君残り、残れ、残れないか。まあこれはユニットしっかり残しながらの右にダメージ与えていこう。遠距離になったんでね、やりこぶは。さあ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 、墓石壊せ壊せ壊せ、壊したらもう真ん中ロイジェイスケープとかできたら強いですけどね。これ多分ケツボレーもあのズドンしかないんですよ、考えが。なんで来た瞬間にかまして、ポキポキして、ポキポキしてさらにポキポキしたい。でトルネしちゃおう、どうせ。あ、これロイに竹いってないかな、やばいかな。タル使った、もうこの間に溶かしちゃってね。キングもこの、あー、スケキン、まあいいよ全然。ゴーレムこれ溶かせば守れたらね、幸せですよね。しかもトルネードも使ったんで、あなたこのロケコどうすんのって話なんですよ。でこのベビドラの処理はしっかりね、後ろこれ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 、このコウモリ最強ですよ。で処理してあげればもうあとは、あとははみ出るな、スケバレで攻めてね。メガナイトやロイジャーちょっと重たいんでね。あ、これタルあるわ、やったこのスケバレでね攻めまくるのも結構大事ですよね。さあ勝ちました。おお素晴らしい。読みはね、失敗したら芝なんでね、はい、ミスですから相手の、まあ、でかはい。っていうので、まあ、やっぱロケット奉仕がいることによってね、こういうやっぱ守りにくいゴルダクネとかも守れますね。まあメガナイトの型にもよると思うんですけど、そのファイボヤナーメがあるとか、まあなんだろうね、インドラが入ってるだとかもあると思うんですけど、まあそういうのなかった場合はもうローケコで頑張りましょう。でヤナーメ持ちだったら、まあ、ローケコに打たれたら、まあ、逆サイのねスケバレプラスの方が攻めが通るみたいな感じで、まあ一時効果目指して頑張るしかない。うわうわえぐー、ランチパックチキンナゲット味、ピーナッツ味美味しいよね。ピーナッツぐらいしか食ったことないけど、いやーこれ釣れてんですよね、根が。お、枯渇かもしかして。まあでもこれはスケブもあるし、まあ、俺が嫌ならねマイチーですね、この時ね。もうマイリーたらもうグッドゲームあのもう無理なんですよ、本当に。冗談抜きでマイティだけ無理なんですよね。何もリセットないんで、メガネともロイジャーも全部マイティで終わるんですけども、こうやってね探しながらのこの後のメガナイトの攻めとかどうですか。ロイでもいいのかな。いやメガナイトの方がいいな。からの悩むね。まあでもコウモリか、スキングギドされる。あーめっちゃいいプリンセス、うーマイティー。いやーこれねむずいんですよね、もう攻め通らないんでね、私どうしようっていう深刻な悩みがあります。まあメガナイトを餌にロイジェを通すかなぐらいしかねないと思うんですよね。ぶっとくる、うん、まあだからロケット奉仕の拡散ダメージ、スケバレの落下ダメ、ここ結構重要になってきます。本当に本気で言ってます。じゃないとマイティ励ますかんねこれ。あとは暇結露も意外とあり、あこれもあの通らないって分かってるんで、まあ、捨てみたいなところはややあります。
このロケが結構いいっすね。ロケコで頑張る。まあダメージは入んないんですけど。まあちょっとはみ出んかな。いいよ、いいはみ出し。もうこのやりごぶ、このやりごぶ、このやりごぶマジ幸せいやドケチ試合してるんですけど、いやマジドケチになんなきゃ勝てなくねって話なんですよ。いやこれスケバレの落下ダメ、いや男の今日ヤンキーからさ、マジ男の教養でさ、歩くねこれ。台本ねえぞ。いや、ある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 、マジであるマジであるマジである。うわ天才教養した。さあグッドゲーム。いやちょっとね、もうこんぐらいね、今のはうまくいきすぎた。こんぐらいなんかチャンスを本当に掴んでいかないと、やっぱマイティアイスピーとかもう全部守られちゃうんで、マイティ戦だけはね、まあ難しい。てかまあ負けても本当仕方ないかなっていう気はしてます。うわ、なんかちょっと強そう。あ、まあダメージ取りそうなのをいっぱい出せばいいですよね。メガナイトの受けがきつそうならメガナイトいっぱい出すし、スケバレとか呪文がないならギャングコウモリロケ砲スケバレいっぱい出すしみたいな。きつそうなのを出せばいい。ウッドはトルネードマジェチオールブレイカーしか入ってないんで、入ってないにかけます。デリバリーか。うわー、これはまた鉄壁ですよ。デリウッドはやばいやん何も通らんやんって話ですけども、これあっちゃくいろよぐやないかい。あっちゃくいろよぐか。でもメガナイトがあるんでそこはいいね。お、寝た。いや違う、ディガード。あ、これキングギド絶対したい。え、てかボムさ、めぐらいでこれ壊れるやん。あ、まあ、デリか。あ、ポイデリだ。めぐらいで入る。ロイも入るよ。熱い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 。苦しい苦しい苦しい。ういやー、惜しい。もう一発惜しかった。え？ちょっと何もしてねえ。勝手にダメージが入ってる。いや、今回相手は、あれだ、アチャクイのディガポイっすね。もう鉄壁、鉄壁じゃねえな、こんだけ入ったら。頑張って守りたいデッキなんで、俺はもう相手のディガをギャングで拾う。拾え、拾えない。もうスケバレのこの落下ダメ、まあ、あとメガナイトの、まあ、別にどう、いや、同彩は、同彩よりは逆の方がいいのかな。まあ、正直どっちもいいかあるんですけど、まあ、メガナイトコウモリとか組みながら逆ロイ。どっちかのロイ。いいぞ。相手が勝手に苦しくなっていくな。よしよしよし。今、ケツロイちょっと強いか、これ。まあ、これはこのタイミングでディが来たら美味しいなの。遅れてね。はい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 。はい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 。いや、もう、で、これで、スケバレの落下ダムで正規を立てたり。デリバリーうざいんじゃないからのこのメガナイト。え、ポイズン打ってくるくね。いや打ってこないか、そっちか。いやー、まあこれ同性が悩んだんですけど、なんかね、両サイド攻めた方がね、相手からしたらね戦いにくいと思うんですよね。いや終わったやん、もうゴブリン。うっ、うわい、かすり。いやー、これね、なんかめちゃくちゃ良くないですか、この相手がきつそうなことをどん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 していく。これがクラロワって感じですね。さあ、なんか両サイ攻めね困ったら結露しとけばいいと思うな。結露、相手がゴレで襟ゴレとかだったらダメですけど、高回転相手にはね、困ったら結露しとけば2周目ロイで一目目れます。今のはね超気持ちいい勝ち方っすね。あれやばいね。ロギコも残ってたしな、ずっと。
さあということで、やっぱ片サイドにねこだわりすぎない、いやこれね筋力動されちゃうかな。あのマジアチいるんでできないか。さあちょっとだいぶ暇な手札になっちゃってんすよ、ね、これもう無視でいいな。鉄火工場これは仕方なくてむずいね。禁忌度されたくない。いやーオッケー、禁忌されないなら全然いい。ちょっとまあ手札的にこうなっちゃうっすよね。でロイで攻めるかっていうのはすごい悩むんですけど、いやめっちゃロイ生きて、ペッカいないさ間にダメージを稼いときたい気もするんですけど、意外と陸系きついねこれ流れがね。いや相手が攻めてくれるのありがて。ゴーストやばいね、裏の頭突きゴーストが来る。近畿できないねそれ。いやね無理はしない、無理はしないよ、いつだってね。よしよし、オッケーオッケー。ギャングにザップ使ってくれるのありがたいですね。スケブコウモリがねやっぱザップでいかれる。だってマジアチャね、あれむずいね。まだ、あ、もスケバラは意外と飛ばしとく。結構ロイジャイで攻めて流れをつかむのも大事になるかもしんない。暇すぎてやなめ。ロイいっちゃおうかな。まあ暇すぎてコウモリ、まあ最初目が、いやーこれはね美味しい、先行してる。ここにポイズンがないのが幸せっす。ザップ使われるけどみたいな。よしよしよし、いや多分メガナイトギャングとかの形がきついんですよね多分。でスケバレまで行って、いやここでペッカを溶かせるとカウンター来ない。だからロイジェイさ俺出したっけ、元気よっかね。ここで逆サイドウェイとかも、まあ、理想っちゃ理想。まあこれあの少女入っちゃうかもなんですけど、まあ、仕方ない。いやでもロケコがね天才なんて入らないんですよ。さあからのもうこんなギャング追加で、ギャング追加コウモリ追加まで見えるな。もうあのペックぐっちゃぐちゃにするさあザップ使う一発。いやもうポイズンのマジアチャルペックにも勝てる、これがいいっすよね。やっぱロイジャイもメガナイトもきついけど、そこ後のねスケバレギャングスケブその小物でカバーしていく。よし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 。さああとロケコもねやっぱいいね、使いやすいね本当に。勝手に暴れてくれる。おーいだいぶ不機嫌。さあゴースト、まあペッカ、神技、その他もろもろ。アチャクイか、まあ神技感がすごい強い。うっ、まあまあまあ手札的にねこれね。おメガラムだ、ちょっと昔の雪玉エレスピとかかな。これ雪でやってくるかもね。いやーそうですね、ロケコをやりたかったんでしょうけどやらせないよ。エレスピかなー。あーええタゲやば、これギャング追加しても熱かったかな背中から。うわでもこれちょっとねマジ受けきつかったんで、メガナイトじゃロイジェイサで耐えたい。やめろ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 、よっきょきょきょ、やばすぎやばすぎやばすぎ。まあまあまあそれはいいやろ。よしよしよし。いやでもね意外と陸受けこれあるように見えてね、ちょっと
きつくなったりするんで、まあ、最悪今みたいなロイとか、あとスケバレとかもね、あちこちに使っていきたい。さあさあさあ、ギャング。うわー、マジで。キッズ8位最強すぎんな。リセットがないんでね。これのだるいな、そこか。一応このスケバレの落下もリセットといえばリセットなんですけど。はい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 。いやー、このね、あちこちどうするか。これでいいか。残ってほしいけど、雪でも何でもいかれる。いやー、スケブ最強。よしよしよし。いや、最強なんだけど、意外と入っちゃったな。LSP 雪なんでね、意外と頑張られちゃう。いやー、素晴らしい雪、それ。これは、カウンターでさ、ロイまで行きたいな、正直。めっちゃいい流れなんだよな。え？あー、いや。これさ、そこまでしたらさ、止まらんくない？耐えたら勝ち。うわー、絶対耐えれてたよな。プリプリしてんな。うわー、惜しい。なんかめっちゃ耐えれそうな感じやったけどな。コスト間に合ったかな。ディアブーン、これなんかマルチでいるやつだな。遅延スクラじゃね。マルチだったら遅延スクラですけど、マルチでやってる得意なデッキでグレチャリすんのって話。どうせユニット乾燥してると思うんで。マジアチオールブレイカーか。さあ、マジアチャはね、だいぶ嫌だね。うわ、めっちゃ来る。やべえ、これ禁忌される。ボム取れないかな。あー、これは、あー、でかいでかいでかい。今のスケバレとかも簡単に禁忌されちゃうんですけど、されなかったのは幸せ。うわ、これえぐいね。きついね。頑張る。今ロイ熱いな。やりごぼこねえかな。これちょっといいぞ。まあ取れにあるんで、コウモリとかもいらないっすね。うん、いやー、トルネット強え。いや、もう無理。マジでもうきつい。正直。ちょっとせめてペースを握っていくか。いやー、ロケコの拡散でけえ。ほんまにこういうので稼いでいかないと。これボムで簡単にいかれちゃうんでよくなくて。無駄をね、なくしていこう。はいはいはい。でボム使ったらロイなんですよ。これ逆サイパターンもあるかな。どうだろう。いや、いいね。トルネウッドを使わせるっていう、コストを使わせるっていうのが大事になってくるんで。いや、このヤダメはね、いらないんだろうね。どうだろう。意外と両サイドもちょっといい感じな気もしてるけど、早めに行ってあんまボムで巻き込まれたくない。ロケコが、よしよし。はいはい。あとケツも大事ね。一発、あー痛いかな。まあまあ、まあ、いや、こうなっちゃうとまた難しくなってくるっすよ。いや、でも俺にはメガナイトがいる。いや、このね、ロケコの拡散よ。でもきつそう。いや、めっちゃ入ってる。待って、やばい。うわ、ガチで。めっちゃ入ってる。やばいやばいやばい。うわ、ロケコ今出したかった。え、残ってんだけど、あいつバケモンじゃん。いやー、これボム
使わなきゃいけないよね。ちょ、本気のトルネ削り、じゃあ山並み削りしていい？やばいかな、これ。マジアチトルネだけ。ほんまに警戒しないと。うわ、これやばい。はめられた。いや、壊せ。え？ってかさ、それさ、どうなん？お兄さん、聞かせて。頑張るよね。頑張るよね。一発？ういー！マジアチオールメーカーで勝てんだ。熱すぎ。これやばいね。やっぱね、ロイで攻める、メガナイトで攻める、スケバレで攻める、さらにロキコでも攻める。ちまちま攻めれるとね、相手も苦しいのかな。うわぁ、これ気持ちよすぎる。さあ、ウルトラ何が出るかのチャレンジ。メガナイトです。マジ、ウルトラ確率何パーなんだろうね。結構出ない。ジュジュッ！